はいどうもーバチョーです、えー、今日はですね、ついさっき起こったね、あのコンビニで買い物したらね、あの、こんなことされましたよっていうことをね、えー、ちょっと喋っていきたいと思うんですけど <laughs>、えー、まあね、店員さん日本人だったっすね、名字見ても日本人だし、で、あの、よくさ、あの、あっしゃーみたいな、あの やる気のない店員みたいなやついるじゃん。あのドキュンっぽい。なんかそんな感じではなく、えー、ごく普通の真面目そうな人。まあどっちかっていうなんか目を見ると覇気がないなぁとも感じなくもないけど、まあその普通のね、かあの顔として見りゃごくごく普通の人っていう、えー。そんな感じの店員さんだったんですけどね。えー、やられましたね。えー、僕はね、 あのー、お昼っていう時間もあってね、あのー、お昼ご飯も兼ねてっていう感じで、えー、店に入ったんですね。えー、買ったのはね、あのー、お茶と、えー、ジュースと、まあ、ジュースっていうか栄養ドリンクに近いかな、と、あのー、いなり寿司あのスケロクってあるでしょ、あの巻き寿司といなり寿司入ってるやつ。あのスケロクと で、あと追加で、あの、ジャンボフランクです。まあ、ジャンボフランクって言っちゃうと、あの、コンビニ名が分かっちゃいますね。<laughs> なんですが、まあ、ジャンボフランクを頼んだら間違いないで、えー、ジャンボフランクなんですが、えー、なね、あのー、まあ、最初、カウンターにい,い,いなかったんですけど、まあ、僕が来たら、あの、すぐにね、カウンターに立って、あ、いらっしゃいませ。で、でね、僕が、あの、レジンね、あの、も,ものを持ってきて、 で、僕が言ったのはね、あの、袋ください。あと、ジャンボフランク一つください。って言ったんですね。はい、わかりました。って言って、ジャンボフランクの準備を始めるじゃないですか。えー、で、ジャンボフランクを、その、袋に入れて、まあ、あの、ケチャップとマスタード用意して、で、そこでね、まず聞かれたんですよ。えー、袋入れますかあ、あの、袋を入りますかか いりますかって言われて「いや俺袋ください」って言ったけどなーなんて思いながら「ああうんあはい袋ください」って「おお言ったよな」なんて思いながらまあでも人には間違いあるよなーと思ってでねあの袋に入れていく時にねあのー、スケロクを手に取ってねあのー、店員さんが聞くんですよ「温めますか?」って「おー うんまあ、すけろく、ね、巻き寿司もいなり寿司も作りたてほやほやはあったかいよ。うん。まあ、だけど、寿司ってだいたい冷めてるものじゃないのかなっていう。まあ、僕の中ではね、あのー、お寿司って結構冷たいもののイメージなんですけど、まあ、ね、文化的にね、あのその人がどこの出身かは知らないけど、ね、まあ、日本人だろうけど、 お寿司温めるっていうのがあるのかなって。まあそれともあのねお母さんの作った作りたてほやほやのやつしか食べないみたいななんかこだわりがあるのかなみたいな。あいや別にいいっすよって言って。あのでそれでねあのいやなんかね動きがすごい遅くてなんかそれにちょっとイライラしてたんだけど、まあ、僕以外にてあの客がいるわけでもなかったし。 あのそんなこと言ってもね、別に早くなるわけでもないだろうと。で、まあ、本人自体も丁寧にやろうとしてるんではないのかとは思ってんだけど、さすがに、あの、スケロク温めますかはちょっとあれかなとは思って。でね、その後ね、あのー、店から、まあ、あの会計を済まして、あのー、あ、違う。会計を、で、僕ね、あの、お金表示されてたんで、あのー、 もう用意してたんですよ、お金を。で、そしたら、あのー、その段階で、あのー、全部、全部袋に入れ終わってから、あのー、袋の、袋代の3円をピッてやったんですよ。おーいって。あの、こっち、あの、1018円だったかなあのー、1018円あ、そんなに高かったっけあ、そんな、そんなんじゃねえな。818円とかか。 なんかなんかだったと思うんだけどあのー、大体そんなぐらいだったと思ったけどもう先に用意してんだよ18円っていう微妙なやつをって <laughs> そこでプラス三円されてであの21円とかになっておいってなるわけよでねまあ仕方ないっちゃ仕方ないんだけどうん まあいいや、ちょうどねお釣り出さな、お釣りをちょっともらわなきゃいけないところが、あのちょうどいい一円玉があったでいいわ、みたいに思ってさ、あのー、で会計を済ましてさで、で、車に乗るわけよ。で、車に乗って、まあ,あの、ちょっと飲み物を飲みたかったから、もうすぐに飲み物をあの飲んで、まあ、栄養ドリンク的なやつをね。で、あのー、まあ、移動してから食べようと思ったんだけど、 まあ、とりあえずもう食べちゃおうと思ってあのー、ねコンビニの駐車場でで袋を見たのよ。箸入ってねえんだよ。あの1、ー、<laughs> 人の客でどんだけミスするよっていう本当。まあ、僕ねあのー、自分の車の中にあのね過去にあの使わなかった箸とかねあのー、ストックしてあったんで別に食べれたけど。あのー 箸使うかどうか聞,あの聞かれてもいなきゃね別にねあの箸入れてくださいって言わなきゃ箸入れないサービスになったんかお前んところはよっていうあのちょっとねってかそのマニュアル通りに本人が動いてるつもりなのかもしれんけど全然マニュアル通りも動けてねえんだわあのー まあ最近ねあの、コンビニ店員、やっぱ外国人が多くなって、で、あのー、セルフっていうかさ、あのー、セミセルフみたいな、お金、あのレジあの、ねあのー、自分でそのお金入れて払って、お釣りがジャラジャラって出てきてってさ、そのお金の受け渡しとかがなくなってからさ、ちょっとコンビニ店員の外国人の愛想が悪くなったというかさ、 あのー、なんかろくにコミュニケーションも取れないのに店員やってるみたいななんかそういうやつ多くなってきて不満には思ってきたけどさまあでもやっぱ外国人ねそのー日本で頑張ってるんだからまあそれは仕方ねえなっていうふうに俺も思ってたわけよ。ただからさそのちゃんとさ日本語が理解できて日本語が分かってるこ外あの日本人がさあの純粋にその能力が低いっていうの。あのー もう動きもさ、なんかおばあさん、まあ、たまにあのさ、もう結構年いったおばあさんの店員とかですごい遅い人とかいるわけよ。なんかそれに匹敵するレベルの遅さだし、で、そのね <laughs> そ、なんかい、あの、スケロクを温めようとしたりとか、あの、ね、あの、袋を、ね、ねその、 聞いといて答えたのに、こ,、ね、こっちが、ねあの、もう先に言ってるのにまた、ね、聞いてくるみたいな、袋くれって俺先に言ったよねみたいなあの。俺言わんことないんですよ、その袋くださいっていうのは。あのーね、僕絶対に袋使うんであの、マイバッグとか用意しませんからね、そんな何百回も使う。ね ね、マイバッグ1000円のマイ,マイバッグ買ったらさ330何回は使わないと元取れませんからねあのマイバッグなんかあの買うぐらいだったらその金払い続けてた方がいいわっていう考え方の人間なんでまあ毎回毎回ねあの袋もらうんですよだから最初にもう袋くださいって絶対言うんですよだから言わんわけないもんで何なんだよっていうね <laughs> 本当に <laughs> あまあちょっとねイライラしたというか あのー、そんなコンビニ店員もまともにやれないやつだったら、他のとこではやっぱり生きてけんからコンビニ店員やってんだろうなっていうか、あのー、そういうやつでやっぱコンビニ店員のなんか質を下げ,下げるというか、格を下げるよね。あのー、やっぱあのそういうやつ現場に来られても困るしさ、で、その工場とかに、あのー、でも多分働けねえと思うんだわ、あの動きだったら。 っていうことを考えると、うん、やっぱそういうやつがコンビニ店員に溜まってしまうのかなっていう、まあ過去にもね、あのそんなようなやつはいたはいたんだけど、まあさすがにちょっとひでえなっていう感じだったんで、今日はそ,のそれをネタにしてみました。っていうことで終わりにしてみましょう。以上、パチョでした。バイバイ。